皆様こんにちは、週末音楽家リサです。今日はですね、エレクトーン演奏グレード5から3級の試験に持っていく楽曲の選び方についてお話をしたいと思います。なぜそんなね、選曲の仕方なんていうニッチな場所をピンポイントで取り上げるかというと、とても大事なところだから。そのくせにね、意外と情報も転がってないし、取り沙汰されることもない場所なので、この動画の中でその選曲の重要さだったり、あるいはその選曲の仕方についてお話をしていきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。グレードで持っていく曲の選曲のポイントなんですけれども、一つしかないです。何かというと、試験全体を通じて自分が幅広い音楽に対して演奏できる能力を持ってますよとアピールできるように選曲する。これにつきます。楽曲演奏とか、楽曲演奏に関わる選曲といったポイントというのは、全てそのグレードの大元の目的に必ず通りに選ぶのが一番大事で、じゃあその目的って何かって言ったら、グレードの本来の目的っていうのは総合的な音楽力を測る試験なんですね。で、特に5級から3級というのは指導者レベルという名前が付けられているので、指導者レベルの総合的な音楽力をこの人は持っているかどうかというのを見極める試験だということです。エレクトーンの場合で言うと、やっぱりいろんな音色が出せるとか、どんな音楽ジャンルの曲もね、演奏できるっていうのがもともと楽器のスペックとしてありますので、私エレクトーンこれだけ幅広く使えますよって、エレクトーンのことちゃんと使いこなせますよ、それ相当の音楽力を持ってますよっていうのがアピールできるような試験内容に自分から仕向けていくことが大事です。じゃあ具体的にはその音楽の幅広さって何という話なんですけれども、大きく分けると2つになると考えます。まず1つは曲のジャンル。音楽のジャンルっていろいろとにかくあると思います。まずこの広さっていうのを出せるかどうかがポイントかなと。6級までの試験っていうのはそこまで問われないというか、好きな曲がそれなりのレベルで弾ければ全然合格する試験なんですけど、5級以降っていうのは指導者として必要な音楽力を持ってるかどうかの試験なので、指導者になるはずの人が多少のね、得意不得意はあったにせよ、基本的にはどんな曲でもある程度のレベル弾けなきゃ困るわけですよ。だからこそ音楽のジャンルをいろんなものが弾けますよっていうのを提示していくのが大事。それからもう一つの側面というのが曲調ですね。長調短調っていうことだけではなくて、テンポ感、緩やかな曲なのかすごくスピーディーな曲なのかとか、表現力を重視するような曲なのか技術力を重視するような曲なのか、全然リズムがかかってないものなのか、本当にビートにノリノリになるような曲なのか、そういう曲の雰囲気の違いっていうのもすごく大きいと思います。クラシックとジャズを両方用意してるんだけど、どっちもすごいスローテンポのバラードばっかりとかだったら、もうそれバラードっていう一括りに済んじゃうじゃないですか。幅広さとしてはちょっと不足しますよね。なので曲のジャンルという側面と曲の雰囲気、この2つについてバリエーションを持たせることが大事だと思います。そしてですね、もう一個大事だなと思うのは、幅広さというのを楽曲演奏という試験項目だけで完結させるのではなくて、グレードという一連の試験の中でアピールするということが大事だと思っています。で、その点で言うと、初見演奏っていうのはリズムをかけなきゃいけないようなものって基本的にほぼほぼ出てこないんですね。ストリングス1本で弾けるようなキレイ系の曲がすごく多いというか、もうそれが初見で出るって分かってるから、わざわざ楽曲演奏の方にそれを入れる必要はないとか、あるいは即興演奏だと準備段階でもう自分はこのテイストかこのテイストでいくって決めちゃうケースが多いと思うんですね。なのでそこに入ってる曲だったら楽曲演奏ではそれは入れないとかいう風にして、全体でバランスを取るっていうのが大事だと思います。ということで、実は選曲ってとても大事ということと、選曲はなるべく自分の演奏できる幅の広さをアピールするように選曲するということ、そしてその幅広さっていうのは楽曲演奏だけじゃなくて、試験全体、即興演奏とか初見演奏のことも考えた上の幅広さを考えること、これがすごく重要なポイントになります。じゃあ具体的に、どうやって決めていこうかなというところに入るんですけれども、まずはですね、楽曲演奏何曲曲を用意していったらいいのか、これは皆さん随時自分の級をチェックしてください。これ私が実際に受験したのは、5級受験したのってもう10年以上前なんですけど、いざ受ける直前になって曲数が減って
ったっていう思い出があります。でまあ減る分にはね絞ればいいから問題ないんですけど、万が一増えるようなことがあったらそれえらい騒ぎになっちゃうと思うので、受験を予定されている方はねちょこちょこ補習要項は確認しておいた方がいいと私は思っています。で私がまず最初に決めたらいいなと思うのが、自由曲の1曲ないし2曲、絶対にこれを持ってきたいっていうものを決める。練習がやってて楽しいとか、まあ、弾いてて面白い、あるいは絶対この曲弾けるようになりたいっていう憧れがあるとかいうのがいいと思います。なんでかっていうと、グレード試験特に5級以降っていうのは非常に難易度の高い試験でして、もちろん一発で合格する方っていうのもいるんですけど、大抵の人はね何回か受けることになると思います。そうなった時に受験をするたびに都度楽曲を変更するっていうのはできるんですけど、ただおそらく大半の人は楽曲演奏の点が低くて困るっていうことはあんまりないと思うんですね。受からない人場合は大体即興演奏か初期演奏に問題があるケースが多いので、なるべくだったら楽曲演奏に練習の時間を割きたくないんですよ。なので、まあ、長期戦になっても自分の練習の熱が維持できるぐらい好きな曲を選ぶっていうのが一番大事なことかなと思っています。で次は3級の人限定なんですけど、自作曲を1曲持っていく必要があります。これも自分が好きなものを持ってったらいいと思います。何個か持ちネタがある人はもちろん自分の一番好きなの、初めて曲を作るよという方もですね、自分の好きなテイスト、あるいは理想とする曲っていうのを持ってったらいいと思います。3級の試験を受けるときは必ず弾く1曲になるので、練習が楽しいとかこういう曲が私は好きだって思うようなものを選ぶのがいいと思います。でこのあとですね、大事なのはその自分の好きとなる格の曲を決めたら、それ以外の部分で幅広さをアピールできるように曲を用意していきます。まず課題曲、大きく分けると2種類あって、オリジナル曲集 JOC という作曲の発表会の過去の作品から選ばれて楽譜化したものを集めた曲集と、クラシック曲を集めた曲集、この2種類があります。これは5級も4級も3級も同じです。なのでまずどっちにしようかなということ、それから曲のテイストどうしようかなというのを選ばなきゃいけないんですけど、そこであらかじめ決めておいた自分のやりたい好きっていう曲のテイストと照らし合わせて、それと真逆の方向を選んでいくというのをおすすめします。クラシック曲集はね、もう本当に名前の通りクラシックの有名な曲がいっぱい集まったもので、どんな曲がそれぞれの課題曲集に入ってるかというのも募集要項にちゃんと載ってますので、タイトル見て YouTube とかに多分今だったらね音源がいっぱい載ってると思うんで、それで聞いて、あこの曲が良さそうだなって思ったらその曲集を買って練習するのがいいんじゃないかなと思います。オリジナル曲集の方は音源がそんなにいっぱいは多分転がってないので、曲集をね自分で買って一回中身見てみて、この曲だったらバリエーション作れそうだなっていうところで勝負するのがありなんじゃないかなと思います。ちなみにね5級の場合だと、早春と浮かれバイオリンっていうのは私演奏動画出してるんで、まあ、もし参考になれば見てください。一番最後決めるのが自由曲の残りの部分ですね。一番最初に、まあ、絶対入れたい自分の好きな曲っていうのは1曲ないし2曲と言いました。ということはですね、5級4級を受験される方だったら残り1曲か2曲、3級の人だったら残り2曲か3曲ぐらいあるわけですよ。なのでそこで幅広い曲が演奏できますよというアピールができるような曲を入れておく。幅広さをアピールする曲を私は勝手にバランサー曲と呼んでるんですけど、そのバランサー曲を選曲する時のポイントとしては、もちろん一番大事なのはその幅広さをアピールできる内容の曲かどうかなんですけれども、それと同時にね練習しやすい弾きやすいかどうかというのも私は結構気にしてました。というのも特にこれ3級の人とか曲数が多いじゃないですか。それこそ6曲とか持ってこうとしたら1曲5分としたら1巡弾くだけでも30分かかっちゃうんですよ。音大生の人とかだったらいいと思いますけど、大人にはなかなか苦しいんだなこの30分を捻出するのが。ということでなるべく練習がいらない曲という観点も私はすごく強く持っていました。でさっき言ったように楽曲演奏ってどっちかっていうとみんな得意な部類なんですよ。初見演奏とか即興演奏の準備で苦労される方の方がどちらかというと多いと思うので、なるべくだったら楽曲演奏は時間をかけずにいい点が取れる方がいいんですよね。ということで幅広さがアピールできる曲のリストになっていつつも練習がそんなに大変じゃないように仕組んでいくというのは
自分を楽にするライフハックだったりします。なので、まあ、例えば自分がねそこまでに選んできた曲が結構ノリノリな感じの曲が多いんだったら1個バラードを入れとくとか、ゆったりなテンポの曲ばっかり多めに入れちゃったんだったら速い曲だけど苦手だから短めの曲を選ぶ、いろいろやり方はあると思います。そういう風にしてなるべく練習の負荷を減らしていけるようにすると非常にスムーズにいくんじゃないかなと思います。まとめると決めていく順番としては、自由曲を半分ないし3分の1ぐらい決める、そして自作曲を3級の人は決める、ここまでは自分が好きかどうか練習が楽しいかどうかで決めていく、そして残りの課題曲と自由曲の残りの部分については幅広さ、自分の演奏能力の幅広さをアピールできるような選曲をしていくというのが私のおすすめルートです。ということでエレクトーン演奏グレード5から3級の楽曲演奏のところの選曲のポイントについてお話をしました。グレードの選曲は実はとても大事なんだぞという認識をまずは持っていただいて、自分の持ってる演奏能力の幅広さをアピールできるように楽曲演奏を選んでいくということを覚えていただけたらいいなと思います。最近はね結構演奏動画いっぱい上げてる人が多いから、いちいち楽譜を買わなくてもこの曲はこういうテイストなんだっていうのが情報として入手できる、いい時代になりましたよね。そういうねいろんな人の演奏動画とかも参考にしながらやる曲を選んでいったらいいんじゃないかなと思います。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。